Good afternoon, ladies and gentlemen. It's Stacking Deck's breaking news. Translation Cognac. というわけで今日も国際ニュース解説始めていくぜ。昨日もな、ミスターノーバリーがインスタライブをやっていたんだが、その情報、その映像を入手しているので、今日も勝手に流してしまおうと思っている。今日は、猫や犬は笑うのかという記事からノーバリーが気になったことを調べたことを紹介しているぜ。Alright! Giggity, giggity, giggity! あ、どうもこんばんは。ノーバリーです。というわけでね、今日も国際ニュース解説始めていくんですけど、まあ、勝手に喋ってますんで、なんか気になることとかコメントとかあれば、まあ、質問とかコメントあればコメントください。今日は BBC アースの記事でですね、Is your cat laughing at you? 猫は笑うのかっていうことについての記事を紹介していきたいなと思います。まあ、笑うのかどうなのか、もし笑うんだとしたら、どういうことに笑うのか、何をもって面白いと思うのかって気になりませんかね。まあ、人間の笑いと動物の笑いってどう違うんだろうっていうふうに考えたときに、まあ、その動物にも認知の歪み、人間って認知の歪みがあるっていうんですけど、それ動物にもあるのかっていうのがちょっと気になったので、ちょっといろいろ調べてみましたので、今日はその辺の結果を、報告していきたいなと思います。まず認知の歪みっていうのはどういうものかっていうと、まあ、人間の場合ね、その物事をそのまま見てないわけですよ。その人間の思い込みっていうフィルターを通して見ているんですね。例えば、まあ、ここにコップに水、まあ、お茶ですけど、お茶が半分入ってるということなんですけど、まあ、事実はコップの中に水が半分入ってるってだけなんですけど、これに対してまだ半分入ってるっていう人もいれば、半分しか入ってないって見る人もいるわけじゃないですか。だから、まあ、こういうことなんですね。だから、まあ、こういうふうにね、人は、人間っていうのはこう、事実を、まあ、歪めて見てるわけですね。で、まあ、人間の場合ってこういうことでも笑ったりすることがあるわけじゃないですか。例えば、なんか、なんでしょうね。ちょっとだけ水もらっていいって言って、あ、いいよって言って飲んで、半分も飲むんかいっていう笑いが起こるっていうこともあると思いますし、あとはなんかこう、もうめちゃくちゃ喉乾いたんだよと。ちょっとその水もらっていいって言って飲んでっていうかもらって、ああありがとう、もう喉カラッカラでも死ぬかと思っててって飲んで、半分しか飲まんのかいって言って、まあ笑う。まあこんなことで笑う人がいるかどうかは別として、まあそういう笑いが起きたりもするわけじゃないですか。で、もし動物が笑うんだとしたら、こういうふうな人間の笑いっていうことも動物はするのかっていうのがちょっと気になったんですね。だからもし動物が笑うんだとしたら、まあ人間と同じようにその認知の歪みってものが存在するんじゃないかっていうことを思ったわけですね。まあというわけでね、ちょっと前置き長くなってしまいましたけれども、BBC ニュースの記事に入るんですけど、結論から言うとですね、猫は笑わない。犬は笑っている可能性があるっていうことなんですね。まず犬の場合はですね、人間との長い共同生活の過程で、そのユーモアのセンス、笑いのセンスっていうのはある程度身につけてきた可能性があるそうです。まあどういうふうに笑うのかっていうと、犬ってこう体温調節するときに、ってやるじゃないですか。その、っていう感じとは違う風な風に、違う感じで、って言ってるときがなんか笑ってるときらしいですね。なんか、考えてみると、その昔僕が飼ってたパピオンとかも、その明らかにこの子笑ってるよねっていう感じの時ってあったんですよね。だから、そういう風に笑ったりするそうです。笑ったりするそうですから、笑ってるっていうことが示唆されてるっていうレベルなんですけど、まだ。で、一方でですね、猫は笑わないそうです。猫に関してはですね、人間との共同生活っていうのがまだ短いっていうのもありますし、あとは野生の中で、生き延びるために感情を見せないように進化してきたって言われてるそうなんですね。だから笑わないということなんですけど、でもなんか飼い主さんにこういうこと言うと、うちの猫笑うけどって思うというか言う方いると思うんですよね。で、これはまあちょっと二つあって、一つはその飼い主側の認知の歪み、その猫が笑ってるように見える。その表情を見て笑ってるって思ってるだけっていうパターンと、あとは本当に猫が笑ってる可能性だってあるわけじゃないですか。だから、まあその可能性があるんで、本当にもう笑う猫、その笑う犬じゃなくてね、笑う猫っていうのがもう存在してる可能性はありますということですね。じゃあそれ以外の犬とか猫、それ以外の動物どうなのかっていうと、エンジン類ですね。まあ、ちなみにちょっと話の構成上ですね、犬猫先にやっちゃったんですけど、BBC の、BBC アースの記事ではまずエンジン類が最初に紹介されてました。で、エンジン類は彼らは笑います。まあ、エンジン類特に大型の人間に近いチンパンジーとか、ボルボとかそういうのは特に人間が笑うような声で、を出して笑うそうです。で、どんな時に笑うのかっていうと、なんか楽しいことをして遊んでる時とか、あとは物理的にコチョコチョコチョって食ってくすぐられた時とかに笑うということなんですね。で、エンジン類も笑いはしますけど喋りはしないですよね。
で、人間がなぜ笑うのか、実はこれって解明されてない謎らしいんですよね。でも人間って、まあ赤ちゃんの頃から笑うじゃないですか。で、まあこういう人類に近い遠人類も笑うってことは、笑いっていうもの自体が、もしかしたら人類が進化の過程で言葉を、身につけるより前に学んだことなのかもしれないということなんですね。じゃあ犬はどうして笑うのかっていうことなんですけど、まあ遠人類クラスの知能をもってしても、その物理的なこちょこちょとか、あと、まあ単純に遊んでて楽しいとかっていうレベルのことではしか笑わないわけなんですね。まあおそらく犬も似てると思います。なんか単純に楽しいことをしていて、笑ってるという時。で、もうなんか別に遊んでなくて、犬飼ってる方だったらわかると思うんですけど、なんか別に遊んでるわけじゃないのに笑ってんなって時あるじゃないですか。じゃあ、そういう時ってどう、何なのかって、まあこれはちょっとね、BBC に書いてなかったんで僕の仮説なんですけど、仮説っていうか憶測なんですけど、まあそういうのはね、同調笑いというか、つられ笑い。まあ、釣られてね、飼い主に釣られて笑ったりしてるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、完全にこれ憶測なんですけれどもね。まあ、だからね、人間と同じように犬が笑ってるかっていうと、まあ、完全には一致しないわけですよね。だから、例えばね、さっき言ったようなコップが水に半分入ってる、それが面白いと思うか。まあ、それに関しては人間と違って動物に関しては、まだそこまでは、言ってないんじゃないかと。いうことなんですね。だから、ってことはまだ犬にはそういう認知の歪みみたいなものっていうのは存在しないんじゃないかって一瞬思ったんですけど、まあ、笑いって意味ではないですけど、その、恐怖っていう意味ではありますよね。例えば、まあ、僕を怖がる犬もいれば、僕に、まあ、こう、寄ってきて、尻尾振ってくる子もいるわけじゃないですか。でも、まあ、僕っていう生き物はこんな見た目で、だいたいこんな大きさで、まあ、こんな、何?見た目か。の生き物ですよ。それに対して怖いっていう意味付けをする生き物と、あとは、まあ、好きって言って寄ってくる犬もいるわけじゃないですか。まあ、だからこれは、まあ、犬によってね、性格って違うからっていうので終わらせるわけではなく、終わらせるのではなくて、まあ、もうちょっと深掘りしていきたいなということなんですね。で、犬が恐怖を感じた時にどういう行動を取るのかっていうことなんですけど、まあ、これは飼い主側が把握しておかないといけないわけですよね。まあ、これが分かってれば、例えば、他の人とか他の犬になんか噛みついてしまったとか、なんか問題行動を起こしてしまったっていう時に、その原因が分かれば対処できるわけじゃないですか。まあもちろん僕らはね、僕らっていうか、まあ僕はプロじゃないし、多分これ見ていただいてる方もほとんどの方はプロじゃないと思うので、まあ本当に困った時はプロに相談するべきなんですけど、まあ何でもかんでもね、プロに相談する、何でもかんでもプロに聞くっていうんじゃなくて、まあ自分でもある程度のことは勉強した方がいいんじゃないかなということで、まあ今僕もいろいろ勉強してますので、その内容は、どんどんアウトプットしていきます。で、まあ、そうですね。まあプロじゃないね、僕から何で話聞かなきゃいけないんだよって感じはすると思うんですけど、まあ僕はプロじゃないんで、プロは逆に一般人の気持ちがわかんないわけですよね。でも僕は一般人なんで一般人の気持ちがわかるということなので、まあぜひ最後まで聞いてくださいと。いうことですね。で、まあ基本的に人間も同じなんですけど、まあ犬含む動物っていうのは、どういう時に行動を起こすのかっていうと、まあ恐怖から逃げるっていう選択をするときか、快楽を得るっていう行動を取るときなんですね。で、まあ基本的に、恐怖から逃げるっていう行動の方が強いわけですよ。まあ当たり前なんですけど、その、例えば、ここに餌があって、こっちにライオンがいますと。で、それを取りに行ったやつがライオンに食べられて死んでいくわけじゃないですか。だからそういう恐怖を怖がる動物たちっていうのが生き残ってきたわけなんで、当然その、まあ、恐怖の方がね、勝るわけなんですね。だから例えばね、人間で言うんだったら、まあ、この仕事やってくれたら1万円あげるよっていうのと、まあ、この仕事やらなかったら1万円来月の給料から天引きなって言われたら、やらなかったら天引きされる方が嫌じゃないですか。だから、まあ、やっちゃうっていうことなんですね。で、これは動物も基本的に同じですということで、まあ、例えば僕がおやつを持ってる。まあ、おやつっていうのが欲しいけど、この怖い人がおやつを持ってる。まあ、怖いが勝つから、近づかないってことじゃないですか。だからこの前、ぬくもりカフェさんっていう東京スカイツリーにある保護犬のいるカフェに行ってきたんですけど、そこにもレオンくんっていう柴犬の店長がね、いたんですけど、まあ、完全にそんな感じでしたね。だからまあ、恐怖をね、犬が感じた時に、まあ、どういうリアクションをするのかっていうことなんですけど、まあ、これを知っておくことによって、その、どういうふうに対処していけばいいのかっていうのが分かってくるわけですね。で、これが、なんて言うんだろう。リズパリカさんっていうなんかドッグトレーナーの方で本とかもいろいろ書いてる方によるとですね、fear reaction。犬が恐怖を感じた時のリアクションなんですけど、fight, flight, fret, and freeze というリアクションがあるということなんですね。まあ、これ日本語にすると、
ファイトなんで戦う、逃げる、フレットってなんて言うんだろう。イライラするとか、心配になるとか、そんな感じだと思うんですけど、あとフリーズ、固まるっていうことですね。あ、まあどういう選択肢なのかっていうと、まあファイト、戦う。例えば、向こうからライオンが来た。けど自分の子供は守んなきゃいけない。だから戦う。とか、まあ犬の場合だったら、人が来た。まあ怖いけど、噛みつく。まあ大体、噛みつくとかっていうのも怖い、恐怖からの行動なわけじゃないですか。で、まあ、そういうのがファイトですと。で、フライト、逃げる。まあ、ライオンが来たから逃げる。犬だったらなんか、人間が来たから逃げる。っていうことですよね。で、ちょっとフレットっていうのはちょっと、一旦置いときましょう。で、フリーズ、固まる。まあ、これ要するに死んだふりなわけですよね。その、戦う、逃げるはわかるんですけど、なんで死んだふりを動物がするのかっていうことなんですけど、なんかこれって実は野生動物ってよくやるそうなんですよ。例えば、その、肉食動物がね、こう、バーって、逃げていく獲物の背中がこう逃げていくと追いかけたくなっちゃうんですって。でも急にこのトトロがバタッと倒れてしまうと追いかけるのをやめてしまうってことはよくあるそうなんですね。そういうことから野生の本能として固まってしまうっていうことがあるそうなんですね。こんにちは。ちょっと勝手に喋ってますんで、なんかコメントとかあればコメントください。で、たまにいませんかね、なんか恐怖、完全に恐怖を感じてその場でガッチガチに固まっちゃう犬とかってたまにいますよね。まあ、この前ね、うちの散歩の、うちのっていうか僕が所属してる散歩ボランティアのところにも、まあ、ビビリの子がいるんですけど、その子は人間は好きなんだけど他の犬が怖いっていう子で、他の保護犬と一緒に遊ばせてたらもう完全にビビって腰抜かしちゃったっていうことがあったらしいんですよ。まあ、これって完全にフリーズ、完全にそのもう止まっちゃってる行動ですよね。で、これって、実はね、人間に当てはめてみても、まあ、同じような人間も同じような行動をとってるわけですよ。例えば、まあ、自分のこれからの人生が不安であると感じるという時に、まあ、ファイト。まあ、何かしらチャレンジして挑戦する。フライト。逃げる。とりあえずもう、そのことは不安は考えないようにして、とりあえず逃げる。ゲームをするとか、そういうことで逃げるっていうことはありますよね。で、フリーズ。もう心配すぎて、もう体が動かなくなるとか、鬱になりすぎて体が動かなくなるみたいな、やる気なくしてただただ寝てしまうとか、結構なんかイップスとかもこれに近いんじゃないかなと思うんですけど、前キングコングの梶原さんっているじゃないですか。今カジサックって YouTuber やってる、あの人のなんか話聞いてたら、なんか漫才中に、まあ、なんか結構漫才師あるあるらしいんですけど、漫才の本番中になんかネタが飛んじゃうことってあるらしいんですね。そうする、一回そういうのが飛んじゃうと、今度別のところでやる、その同じネタをやってる時に全く同じところが飛びそうになることがあるらしいんですよ。なんかこれって漫才師あるあるらしいんですけど、多分、それも、その、同じようなところで脳が思考停止しちゃうわけじゃないですか。これ多分フリーズのリアクションなんじゃないかなと、まあ僕は勝手に思ってます。まあちょっとこの流れでね、さっきのファイト、フライト、フレット、フリーズのフレット抜かしてたので、ここ説明しちゃうんですけど、フレットってまあ直訳すると不安になるとか、そわそわする、イライラするとかっていう意味なんですけど、まあこれがね、犬の場合だと飼い主がいなくなって、不安になる。なんて言うんだろう。セパレーションアンギザイティっていうんですね。分離心配症っていうのかな。日本語だとちょっとわかんないですけど、分離不安症か。分離不安症とか、そういうことなんですね。で、これっておそらくですけど、まあ、これはちょっと書いてなかったんで僕の憶測なんですけど、また。まあ、群れで暮らしてる動物なわけじゃないですか、犬って。だから、なんか周りに自分の仲間がいなくなると不安を感じるようにできてるんじゃないかなとか、まあ、ちょっとこれはわかんないです、まだ。でも人間だとそうですよね。なんか、もしかしたら周りの人に嫌われてしまうかもしれないって言って、ちょっと不安感じて、なんか新しいことに挑戦するとかっていうのをやめてしまうとか、私保護活動してるんですってあんまり周りの人には大っぴらに言えないとか、っていうのはあったりするじゃないですか。それもなんか似たようなことじゃないかなと思ってます。で、この、ファイト、フライト、フレット、フリーズ。この4択のどれかを、まあ、人間ですら無意識に選択することがあるわけで、なんですね。ってことは、犬は、ま、ほぼ無意識に選択してるわけじゃないですか。じゃあ、これから、どうやってその問題行動とか、直したい行動を変えていくのかっていう話をしたいんですけど、それはね、ちょっと僕の仮説はあるんですけど、まだ、本を読んでないんですね。で、こういう本をちょっとね、買ったので、これさっき届いたんで、これから読むんですけど、まあ、そこからしっかり、答え合わせをしていきたいなと思ってます。でもちょっとなんか見出しだけ見たんですけど、僕が今思ってる疑問を解決するような内容の本ではなさそうだなって感じがしました。一応仮説どんなこと考えてるかっていうと、まあ、人間に置き換えた方が僕はいいと思っていて、というかまあ僕逆に言うと人間側のその心理学とか行動科学しか今まで勉強してこなかったので、そっちから
見ることしかできないっていうだけなんですけど、まあ、人間の場合はね、行動科学とかの場合だと、そういうなんか、まあ、認知の歪み、例えば自分には無理だとか、これは怖いとかっていうのを変えるときって、まあ、少しずつ少しずつ、その、ちょっとした変化を入れていくわけですね。ん？こんばんにゃーですって、こんばんは。勝手に喋ってますんで、なんか質問とかあればコメントください。で、まあ、とにかく自分でも、というか脳が、変化してるって気づかないレベルの少しずつ変えていくっていうことをやるんですね。で、基本人間、まあ、動物ってそうだと思うんですけど、変化を嫌うわけなんですよね。なんですけど、まあ、実は人間の脳には脳の可塑性っていうのがあって、まあ、ちょっとした変化とか、あとなんかもうちょっと知りたいってなると、動いて、コートするとかっていう、そういう機能があるんですけど、まあ、それを利用するということなんですね。で、まあ、それでもうまくいかないぐらいのなんか、ものすごい恐怖とかトラウマがあるっていう場合は、まあ、最近流行りの何でしたっけ？マインドフルネスでしたっけ？マインドフル瞑想とか、あとは、まあ、心理療法の ACT とかっていう手法を使ったりするんですけど、まあ、犬の場合どうなんでしょうね。まあ、ちょっとこういう本を買って、今勉強してますんで、そういうのも分かったらまたちょっと報告していきたいなと思います。というわけで今日は以上なんですけども、明日はですね、またちょっと面白い記事が見つけてありまして、まあアメリカでいう獣医師会、その、アメリカでいう日本獣医師会、アメリカの獣医師会ですね、の記事をちょっと見つけてあって、ちょっと面白そうなので、それは明日紹介しようかなと思っております。というわけで今日は以上なんですが、なんか質問とかあれば、コメントください。まあ、なければこのまま終わってしまいます。一応これ動画自体アーカイブしておきますんで、なんか今思いつかなくても後でなんかあったとかあればコメントください。ということで、なさそうですかね。なんか来てんのかな。うん、OK です。というわけで、じゃあ今日は以上ですので、また明日とかやると思いますので、多分ね、11時ぐらいになっちゃうかな、もう家帰ってきてから、これの準備してとかやってると11時になってしまうので、11時ぐらいになっちゃうと思いますけど、またよろしくお願いします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。あれ、これどうやって終わらせるんだろう。あ、これか。これか。